ゃあ加藤さん。はい。買ったりとかでこうたまにこう話が跳ねないときにここにいる皆さんが全員敵に見えてしまうんですよ。そういう変な空気になった時ね。そういう変な空気になった時に、うん、どう切り抜けてきましたか。トークなどでありましたか、そんなこと。アイドルなので間を詰めるとか。そういうことはあんまり考えなくていいし、ここにいる皆さんはやっぱりアイドリングのグループの味方なので、はい、そんなことは考えなくてよくて、 それは増野さんが考えることなんですよ。そうですね。なんかこの番組っていうのはやっぱ多分ちょっと、ね、違うんですよね。特殊な求められるものがですね、本当に面白いリアクションだとか、はい、変な顔だとかが、はい、多分求められるので、多分こういう状態に陥ってるんだと思いますね。そうだね。でもちょっと今すごい引き戻されました。アイドルの不器用な方が可愛いので。あ、なるほど。それでいいと思います。ただ僕から言わせてもらうと別だからね、ジャンル。なんで？別ですよ、一応。いや、私はスーパーアイドルだから。スーパーアイドルですよ。ごめん。スーパーアイドルですから、あなたはね。は